本当はあとですね、大事な台湾の話ありますね。そうですね。はい。台湾の話はですね。台湾の話というか、今回はその、中国共産党の軍隊、軍隊である人民解放軍ですよね。その戦力が今どれぐらいのものなのかっていうのを聞きたくて、それもそもそもその米軍より上なのかという、もう大前提の話が。あるんですけど、実際戦力的にはどうなんですか、例えばアメリカと戦ったらどうなんですか、太平洋で。まずですね、戦術的に戦うとまだね、そこまでの能力はない。はい。で、特にね、太平洋戦域は自衛隊プラスアメリカの軍隊、海軍、空軍という形でいくと、はい、まだまだ劣勢ですね。あ、中国の方が、劣勢です。はい、ただし、ここね、5年ばかりの間の四国のですね、特に海軍力の増強ぶりは著しくてですね、はい、新しい空母が襲撃しましたね。ほうほう。3頭ですね。それはもともとウクライナからもらったやつじゃなくて、新しいのコピーして作ったな。コピーして作った。なるほど。だからね、変な話ですけど、ウクライナからですね、スクラップで買って直したやつって、これめちゃくちゃな状態で来てたので、大型漁船のエンジンを連結したエンジン積んでてね、速力が遅いん で、空母って実は速力遅いって致命的なんですよ。はいはいはい。なぜかっていうと、短い飛行甲板から飛行機飛ばすもんだから、向かい風でですね、速力を出して滑走距離が短い分を補うっていう面がある。だからね、例えばアメリカの空母なんてのは時速50キロぐらいで、洋上あんなでっかい、ですね、船が走るんだけど、遼寧は20ノットって言ってますから、20×1.6 だ。なるほど。だから時速30過ぎ、はいはいはい、これはちょっとまずいんですね。なるほど。風に乗っかない、しかもカタパルトがない空母、カタパルトってのは、はい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 、蒸気式でパチンコでこうゴムで飛ばすように飛ばすんですね。はい、そうじゃなくてスキージャンプ式ってやつなんで、かなりですね、これ聞いたことあるんですけどね、風が本当に強い時に発進させると。おお、なるほど。じゃあ風がなかったら飛び立つことも怪しい。こうやって飛び立ったらちょっと失速して落ちちゃうってことがあり得るんです。だからかなり遼寧っていうのは中途半端な性能だったんだけど、ほぼリバースエンジニアリングで同じ設計で今度作った3頭という船はですね、かなり高馬力のですねエンジンを積んでですね、はいはい、速力はおよそですね30ノットぐらい出るようになってます。はいはいはい、だからですからね、ほぼほぼですね、通常の国の航空母艦、ちっちゃいんですよ、5万5000トンなんで、アメリカの空母って10万トンクラスなんで、はいはいはい、大きいんで、ね、倍以上ね、小さい空母だけど、戦力的にはよりマシになってると。なるほど。空母がじゃあ2隻になる？2隻体制ですね。でまた作ってます。なるほど。いや昔ですね、胡錦涛時代、私人民解放軍の将軍に聞いたらですね、それは2006年に私いろいろインタビューしたことあるんですけど、その時は2010年過ぎにはね空母3隻体制にしてますかって。それは遅れてできなかったんですね。あ、はいはいはい、全然できてなかった。技術力が足んなくてねできなかったんですよ。でようやくここに来てね、空母がね複数体制になってきたと。はいはい。それからそれ以上にですね、電子戦を行う能力のある艦艇とかね、対空用の艦艇とかが充実してきてですね、はいはい、今南シナ海にいろんな島、岩礁をですね勝手に島にしちゃって基地群を作ってるんですよね、はいはいはい、あそこを一種支配する海域にしてるんだけど、あそこを一つの根拠地にしながら戦えば、フィリピンであるとか台湾をこう制圧すると、一時的ですけどね、制圧するような力がつきた。そこは基地になってるから、つまりこう、浮いてるから一応動かない空母みたいなもん、そうですね、動かない空母いっぱいあると、はいはい、本当は難しいんですよ、あそこの海域も。実際はかなり軍事基地に向かない塩分が強いところなんで、はいはいはい、基地がすぐ腐っちゃうっていうところで。ちなみにこうアメリカはこう太平洋で展開できる空母っていうのは何隻あるんですか？緊急時3隻で、去年は3隻展開してましたね。はいはいはい。通常2隻います。なるほど。で、そうなんもいます。はいはいはい。そうするとやっぱりこう全然、やっぱり
海軍力としてはちょっと厳しいですよね、そう、まあ、言っても、うんうん、そうは言ってもだから中国海軍が正面衝突するのは難しいけども、はい、彼らのやり方っていうのは全面戦争的ことじゃなくてね、うん、一つ少しずつ切り崩していく、はいはいはい、例えば台湾を抑えるためには尖閣諸島ですね、うん、北側の、うん、いわばアメリカと日本がこう構えている南西諸島沖縄から切り離す形で尖閣諸島をねこう抑えると、うん、で北にこう睨みを効かせながらあじわ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 攻めていくというような形を取りますので、はいはいはい、いきなり台湾から来るよりも尖閣諸島でいろいろなね、なるほど、詰め将棋をやってくるだろうな、はいはい、ね、だから兵器的な話をすると、まあ、空母はまあこう正直数はようやく2隻になったけど、うん、まだまだしょぼいっていう感じで、うん、戦闘機とかはどうなんですか？戦闘機の数はかなり多いです。でしかもかなりね、はい、いい戦闘機を揃えましたね、はいはいはい、スホイ27のですね、うん、国産版をですね J11 っていうのかなり揃えましたし、それからですね J20 と J30 っていうですね、うん、ステルス機もね、はいはい、まあアメリカのステルス機に比べたら相当性能を劣るんですけども、はいはい、でもそれ自体がですね非常に脅威ですね。なるほど、数があります。それからこれ忘れがちなんですけども、この5年ぐらいで大きな変化注目すべきなのはウクライナでも威力を発揮したドローンですね。あ、はいはい、ドローンの戦力は世界有数の戦力になっちゃったんですよ。なるほど、うん、それまでそうではなかった。これもどういうわけかね、これ日本は本当考えた方がいいんだけど、うん、イスラエルのバックアップを受けてですね、イスラエル製のドローンいっぱい揃えちゃったんです、はいはいはい、でこれ怖いのはね、偵察ドローンもあって、今実は尖閣諸島や南西諸島にはですね、うん、偵察用ドローンがかなり飛んできてます、はい、でドローンってね結構迎撃難しいんですよ。目標が小さいのと、はいはい、あとねドローンはねもうどういうふうにしたら例えば警告してもわからないってことがあるんですよね。例えば有人機だったらこうやって並んで飛んでね、はいはい、これ以上入ると撃ち落とすよって警告するってね、はい、これは国際的な関連であるんだけど、ドローンって入ってきてじゃあもう機械的に落としていいのかどうなのかな、どうなのかと、はい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 、いうルールがまだね、あ、なるほど、確立してないんですよ。新しい兵器だから、うん、意外と落としたらもう戦闘行為とみなされるのか、うん、こう微妙ってことですね。微妙なんですね。特に日本のようにね、うん、迎撃の基準が曖昧な国はね、うん、かなり苦しいんですよね。でやった毒になってるわけですよ、ドローンなんかね。あ、なるほど。じゃあ今は仮にこう日本の領土に、うん、領空に来たとしても落としてないってことですか？落としてないです、落としてないです。なるほど、うん、いうこともあるん で、で実はね去年ですね台湾の領空侵犯もかなりあったんですが、いわゆる警戒区域ですね、うん、識別、防空識別圏というんですけども、ここにですね繰り返し繰り返しいろんなものが侵入する事件があったんですけど、はい、日本であんまり報道されなかったものにですね実際に領空侵犯したですねドローンが数百機、なるほど、数百機でですねその島を覆ってしまうようなことがあったんです、はい、これ大陸、結構ね台湾って台湾ポツンってあるけど、うん、海峡の中のすごく大陸に近い沿岸部にもね香港の近くにあった島なんですけども、うん、領土があるんですね。でその香港の近くの島のね、はいはい、上空をですね数百機のドローンでねかき回したんですよ。これどうしたらいいんだと。しかもね電子戦をやられちゃったんで、うん、そこと通信不能になっちゃったんですよ。はいはい、ちゃんと台湾軍の守備隊がいるんですけどね、そんなことがあったりしたんで、じゃあそこでの判断もできないってことですね、うん、結構だからね中国のね、四国の柔軟なところっていうのは、うん、同じようなものでね並べていくと不利だったら、はいはい、違うジャンルに出てくるんです。なるほど、うん、じゃあドローンではもう全然アメリカよりももうもはや上ってこと。かつてはアメリカは世界一だったんですけどね、うん、今チャイナですね。なるほど、うん、でましてね私これ日本失策だったと思うけどね、日本ってドローンの要するに軍用整備が世界でも最も遅れてる、はいはい、ロシアも遅れてて、ものすごくウクライナであんだけ戦力が優勢で同時打撃でウクライナ軍の政権を相当やっつけたのに、はい、ウクライナ軍が持ちこたえた原因ってバイラクタルってトルコ製 の、はいはいはい、攻撃および偵察用のドローンがあって、うん、これはかなり有効な働きしたんですね。でロシアもドローン使ったんだけどかなり見劣りのするドローンなんですよ、はいはいはい、だからそういう点ではねドローンの遅れっていうのはかなりね選挙に影響する。なるほど、じゃあ 今は実は意外とこう最先端はドローンの戦力で決まったりするんですね。そうなんですね。であとね怖いのはね、私ある保守系の雑誌の依頼でですね
調査したことがあって、うん、ドローン戦力の比較とどういう戦いがね現実化するかって言ったんですが、はいはい、チャイナが持ってるもので特にこの南シナ海東シナ海領域で非常に重要なのはハーピーというですね、はい、イスラエル製のドローンがあるんですよ。これ自爆ドローンなんですよ。おお、なるほど。何かって言ったらね、レーダー照射されるとそのレーダーに向かって自爆攻撃を受けるっていうね、まあ、ある意味ね一番ね単純だけど有効なドローンなんですね、うん、はいはい、ドローンって大抵操縦してそれも操縦するんだけども、うん、レーダー波当たったらもう自動的にそれロックオンしてレーダーに向かって飛ぶというやつ、はいはい、これが700機ぐらいあるんですよ、うん、これを第一波でね航空機これがもういやらしいんだけど航空機のようなふりをして飛ばしておいて、はい、レーダー当たったら特攻攻撃かけると、で第2波は本当の飛行機、はいはいはい、いう戦い方です。1回レーダーを全部破壊するってことですね、うんうん、相手の目つぶしをやるドローンがね、うん、これが700もある。それからあとチャイナで、これが軽視できないのはね旧式の戦闘機をねものすごくね大量に取っておいたんですよ、はいはい、何に使うかこれドローンにしてるんです。ほう、あ、自動で飛ばすように、うん、ラジコンと同じですよ、はいはいはい、彼らも衛星通信使ってるんで、うん、衛星操縦するんですね、はいはい、でそれはもう 見かけは全く戦闘機なんです、うんうんうん、ものすごく古いんですよ。ミグ19とかミグ17とか、はいはいはい、1950年代の終わりに使ったような飛行機だからもう60年ぐらい経ってる飛行機なんだけどはいはい、はい、これをね自動操縦して一種の音にして飛ばすんですよ、うん、そしたらそれを迎撃するじゃないですか、はいはいはい、で日本のミサイルって数が限りあるんですよ、うん、はいはいはい、そいつらに撃たしちゃって本ちゃんが来るときはもうミサイルありません。なるほど、いうのも狙う。あ、はい、ちなみにそのこう衛星の話出ましたけど衛星も中国っていうのは今は結構確認されてるのはね、はい、軍事衛星は6つだって言われてます、うん、でもその他にね偵察通信衛星結構あるんですよね、はいはいはい、これが結構ね、あとね衛星攻撃兵器をね実用化したんですよ。要するに、うん、なるほど、自分が持ってるだけじゃなくて相手国の偵察衛星、日本を持ってます、はいはい、いくつかね、これに向けてね自爆攻撃をかける。あ、衛星があるんです。なるほど。そうすると相手の目を潰してやってくると。あとねもう一つね怖いのはね、これはアメリカがよくやるんですけど、GPS 使ってますよね我々車、はいはい、あれって軍用技術なんだけど、うん、あれの座標をね妨害電波でずらす、ね、はいはいはい、で実は結構あれはね、ミサイルの誘導にも使ってるんですよね。うん、だからその目標からずらしちゃうということをですね、やるんです。これももちろん、チャイナも、はい、GPS 使ってますんで、できるようになってるんですよ。それもでも、衛星の技術ももうアメリカと同等ってことですか？アメリカと同等だと思っていいです。っていうのはね、はい、これも抜かったんだけど、宇宙開発にね、ものすごくね、ここ20年金使ってるんですよ。はいはいはい、で、ある意味せせら笑ってたんだよねアメリカなんかね。今頃なんで有人飛行なんかやってんだこいつは。あ、はいはいはい、有人飛行やりましたよね、はいはいはい、うん、でもあれバカにできなくて、ともかくねロケット技術はもう今は打ち上げるだけのことだったら日本よりかチャイナの上ですから。あ、なるほど、うん、じゃあまあこうそのアポロ計画とかあの頃にもうアメリカがガーッと先行してたのにもう追いついてるってことですね。そうですよね。あとね、すごくね問題意識がねチャイナの場合ねすごくてね、うん、ともかく何でも軍事に応用すると、はいはい、いうことはもう揺るがせにしなかったんですよね、はい、平和利用なんて発想全くないんですよ。それでずるいのはね、まあ、この間問題になったんだけどね、日本学術会議が中国のですね、技術協会とですね提携してですね契約結んで日本の学者を派遣してるんだけど、うん、はいはい、技術協会って人民解放軍の協会なんですよ、はいはいはい、で日本って学術会議って日本の防衛技術のね研究には協力しないって決議を挙げて、うん、大学はもう全て自衛隊の研究はね補助金もらっちゃダメだってやってるのに人民解放軍の研究は協力してるんですよ。で結構ね日本の拙い技術も含めてですね、うん、全部吸収されてるんです、はいはい、でそれがもう一種ねどうなってるかっていうとですね、新しいネットを構築してるんですよね、うん、衛星通信のねインターネットを構築して、はい、地球の裏とでもですねもうはっきりはスパイと交信してるんですよ。あ、なるほど。あ、でもそれで言うとあれですよね、ファーウェイとかのスマホとか、うん、あとは基地局とかに全部こうなんですか、情報を盗めるようなものをそうするとこう忍ませてるっていうのも、嘘、まあながち嘘ではない、あながち嘘じゃないって本当の話で、はい、これ画面止まってけど大丈夫かね。画面が止まってるんですけどね、うんうん、本当ですね、聞こえてますか？あ、大
大丈夫。大丈夫。はい。うん。例えば、ね、はい、秋葉原でよくセキュリティ用のカメラ売ってるじゃないですか。はいはい。あれチャイナ製でしょ。はい。なんかチップが入ってると、はい、映像飛ばしてるんですよね。なるほど。で、その映像って何言ってんだよ。そこから衛星飛ばないと思うでしょ。うん。あのね、結構ね、いろんな盗聴とか調べる業者に聞いたことあるけどね。はいはいはい。変なところにね、うん、なんかそういうのを中継する装置がね、あちこち設置されてるんですよ。あ、もう日本のいろんなところにと、うん、そういうのを集めてて、はいはい、まとめて送ってるわけですよ。あ、なるほど。うん、だからあの変な話、個人の顔の情報なんかも相当集めてる。はいはいはい。あ、じゃあもうその中国とか先方が管理社会で、うん、もう全員のこう人民の、行動とかをチェックしてるっていうけど、うん、まあ、むしろ別に日本人も全部チェックされてる可能性もあるっていうことですね。だからね、最近私怖いなと思ってるのは、うん、チャイナの諜報員がもうどんどん日本に入ってるのはもうね、そんなの知ってると思うんだけど、はいはい、その人たちが特定の人物をもうマークして動きを探って時々警告を与えてるんですよ、うん、ほうほう。例えば警告を与えられる人にどんなのがいるかっていうと、まあ、チャイナの人でも、もう全部が悪い人じゃないわけですよ、本当の、うん、本当に嫌で、日本に帰化して、はい、俺、チャイナ由来だけど、日本の方がいいやと思って、うん、日本人になろうとして努力してる人に、脅しをかけた、はい、あ、なるほど。何でお前協力しないなと、お前はね、国籍が変わっても、はい、チャイナの人間なんだと、うん、だから協力しろと、情報よこせと、はい、やられてるケースがある。お、結構ね、あるんですよ、この辺で。なるほど。うん、で、それを、まあ、警察も掴んでるんですけどね。でも、今、日本はそういうのを取り締まる法律ないんで、はいはい、手出しのしようないんですけど、なるほど。そういう人間も監視してるんですよ。なるほど。そういう、こう、裏の諜報網とかっていうのは、また人民解放軍と軍隊とは別の組織なんですか？別の組織があります。あ、だから、国家安全部。まあ、諜報も、その共産党直下の別の組織があるってことです。あのね、難しいんですけどね、はい、実は軍隊にも情報もあります。あ、なるほど。で、あの国って縦割りの社会だから、はいはい、お互い競争してるから、はいはいはい、でね、国家安全部っていうのはね、うん、国務院といって共産党の下の政府の下にあるね、はいはい、CIA 組織があるんですよ。ここ、なるほど。でもここはね、最近ね、かつてはこうつまはじきにされてる面があったんだけど、うん、反スパイ法って法律ができてからすごく予算も増えて、はい、うん、人員もですね、優秀な人員が配置されるようになってかなり力を持ったんですね。なるほど。で、海外にもかなり力を持ってる、うん、だからここがかなりね、例えば外国人、この間ですね、今例えば 現段階でもチャイナにですね、今拘束されてかなり長い期間、捕まってる、まあ、刑務所に入れられた人も入れると90人以上いるんですよ。はいはい、現段これ日本はそんなにいるのって言うけども、うん、世界の中でも多い方なんですよ、実は。あ、はいはい、アメリカ人こんな捕まえてませんから。なるほど。アメリカ怒ってなんか報復するから、はいはいはい、日本はしないからね、うん、しないから日本人で、うん、まあ、怪しいやつとかいたらもう常に捕まえる。これ捕まえてるのはほとんど国家安全部ですか。あ、なるほど。で、大体反スパイ罪、はいはい、うん、それ実際にスパイやってんですか、その日本人は。やってる人もいました。あ、なるほど。やってる人もいるけど、そうでなくて一種見せしめで捕まってる人もいますよね、うん、はいはい、今捕まってる人なんかはやっぱりね、なんでそんなの分かったのかなと思うけど、うん、例えば公安調査庁に協力していることがバレて、反スパイ法で捕まった人がいます。なるほど。これ不思議でしょ、うん、だって商売なんかで向こうでやってる人って日本とチャイナを往来するって当たり前じゃないですか。うん、あ、そうですね。だから例えばね、日本の公安関係に協力するにしてもね、日本にいるときに会ってるはずでしょ。はいはい、そうですね。会ったり電話したり、はい、メールでやったり、だメールの盗聴っていうのは当然あるけど、うん、その人の動きを知ってるってことですよ。はいはい。どうやって知ったんでしょう。うん、それはやっぱりそういうね、いろんなところに忍ばしたね、映像データとか通信データをね、全部集約してる。なるほど。今はっきり言うと世界のネット通信の半分以上はチャイナチェックできる能力があるんです、はい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 、なるほど。だからそういうことを考えると、いろんなネットの情報、それから映像情報も全部集積して、うん、もうそういう、まあ、ギガレベルのですね、はい、情報を整理して、それをですね、初めは国内のね、うん、反対派の取締り、はい、今は国外で反中国的な傾向をやる人間も
狙うというふうになってるんで、はいはい、私はだからハイテクとですね全体主義を結びつくと本当恐ろしいな。なるほど。私も一言じゃないんだけどね。はいはいはい。なるほど。じゃあまあこう正直そういうこう分かりやすい兵器というよりも、うん、ハイテク技術とかそっちの裏側の方が今中国がすごいってことですよね。そうなんですよね、はい、こういう技術ってなんで発達したかったら、うん、もう無定権にですね、これ国務大省だったのに例えばまあ市場まあ、名前言うとこれね、商標の問題になっちゃうので言わないけど、うん、はい、まあ、日本発の有名なゲーム機器ありますよね、はいはいはい、あれ絶対アメリカはね、はい、チャイナにやっちゃダメよ、あ、なるほど、言ってたのに、あの秋葉原にチャイナの人が来てからも、はいはいはい、で持ってったってチェックしなかったじゃないですか。なるほど。あれがですね応用されてるんです。そ、昔はなんかあのあれなんだっけ、ココムとかあったんです、うん、あれはあるんですか、まだ。今基本的にあります。あ、適用対象ですよ、はい、チャイナ。だから共産圏にやっぱり最新技術は一応輸出しちゃダメってことですか。そうなんですよね。例えばね、あの実はこれ発動されてヤマハだったと思うけど、これは言ってもいいと思うんだけどね、農業のあいわゆる農薬散布用ドローン、はいはい、これ、はい、結構高い技術持ったの、うん、これ実は応用すると大変な兵器になるんですよ。お、これチャイナ行っちゃって、うん、あの販売した人逮捕されてます。なるほど。あ、うん、それチャイナの方に輸出許可を出した人が逮捕されてる。ヤマハの、うん、要するにもう許可もないの出しちゃったんですよ。あ、売っちゃったんですよ。普通にあの普通正規の取引をしたってことですよ、うん、つまりでもその品目は金製品目だった。ああ、なるほど。それは金製品目なのにそれに気づかず売っちゃったってこと。そうなんですよね。だからあの低空域で、エアゾル状にして撒くっていうのが、うん、あの特に生物兵器は有効なんですね。あと一部の毒ガスも有効なんで、そういうものを売ってしまった。結構そういうことなんですよ。ただね、僕がその売った機種を見るとそういう直接的に使うことよりもかなり長時間ね、うん、あの対空できる低燃費 の, その小型エンジンが欲しかった。あ、なるほど、うん、まあ、それももちろんね、あのドローン技術には欠かせないんですけど、ね、うん、はいはい、もちろんそういうエンジンってのは別口にしてロシアなんかもどんどん日本に黙って買って、うん、はいはい、実はもうロシアのドローンの製品に組み込まれてるんですね。あ、なるほど、うん、さっきのゲーム機の話もそうなんですけど、まあ、公式に輸出はできないけど来て普通に個人的に買って持って帰る分にはもうしょうがないってことですか。しょうがないっていうか、しょうがなくないですよ。しょうがないけど取り締まらなきゃいけなかったんですよ、はいはい、それはでもこうどっかその税関とかでチェックはしてるってこと。本来はしなきゃいけないけど、そんな体制ないです。あ、なるほど、うん、じゃあ個人的に買って帰られたらもうどうしようもないってことですか。だからこれ昔のタイプだから、これは規制引っかかんない、これはなんとか法だからこれは引っかかるんだって、うん、そんなの区別知らないじゃないですか。あ、そりゃそうですね。だってしかも万の単位でね、うん、出入国、はいはいはい、チェックしようないですよね。なるほど、うん、だからね、それがね、だから自由がある国っていうのはそういうところがね、やっぱり穴になっちゃうんですよね、はいはい、うん、で、基本的に性善説、相手はそんな悪意を持たないということを前提でいろいろやってて、うん、で逆ですよ、全体申告っていうのはもうあらゆる人間がね好きあらば、はいはい、ひっくり返すことを狙ってるから、はい、全部チェックするんだっていうのが、うん、チャイナのような全体申告家の基本ですから、全然違うんですよ、考え方が、はいはい、それで言うと、まあまあ全然話はまた戻っちゃうんですけど、うん、それもうそもそも人民解放軍というと昔はもう数は力みたいな感じの雰囲気あったと思うんですけど、うんうん、人数はどうなんですか。いや、はっきりと不十分な数しかいません。世界一いるんですよ、それでも。あ、いるんですね。あの100、はい、今定数で166万だと思います。はいはいはい、166万で、うん、ただそれなりに広い国、人口も多くて、うん、国境線もあってですね、うん、治安維持的な面もね、はいはいはい、で もっと言うと人民武装警察っていうね、はい、鄧小平の時代になってから人民解放軍がもう太りすぎてるから、うん、治安に特化した部隊を作るということで、今対テロ対応、うんうん、テロ対応だと言われてますけども、まあ、準軍隊みたいなものがやはり100万ぐらいいるんで、合計260万ぐらいいると見てもいいですけどね、はいはい、でもそれでもね、十分じゃないんですね、うん、それからもう一つね、人民解放軍って、まだまだね、全ての部隊が精鋭部隊っていうわけじゃない、はいはい、だいたい 1、2、7っていう原則がありましてね、はい、それをね、私実はね、もうあんなの明けすけに言うんだけど、うん、人民解放軍の将軍たちが、
あるこちらのシンクタンクの招きで来た時、はい、私もパネラーみたいにしていた時にね、いろいろ説明を受けたんですよね。将軍が何人かいたんですけど、はい、人民解放軍っていうのは ABC っていうふうに言いました。あの説明、はい、A っていう部隊は全体の兵力の1割ですと、はい、これはもう本当にあれだけども自衛隊や米軍に劣らないぐらいの教育と装備を持った部隊です、うん、で B というのは2割で、はい、この1割と2割を合わせて通常の作戦やってて、はい、3割ぐらいでほぼほぼですね、第一線戦力、なるほど、やや A よりは劣ります、うん、2割のね。で C という部隊、ほとんどこれはハイテクでは装備されておりません。なるほど。率直に言えば治安任務と、うん、必要な場合土木工事、あ、災害対応ということをやっておりますと。でむしろチャイナにとって大事なのは戦略兵力であって、例えばその核兵器、はい、第二砲兵って彼ら、はい、かつて、今は違うんですね、宇宙軍って言ってるんですけども、かつては第二砲兵って言ってたんですけども、戦略核ミサイル部隊、戦術核ミサイル部隊が非常に重要ですと。うん、これが戦争を抑止してる。ああ、なるほど。先制攻撃はしないという約束をしておりますんだけど、実際違うんですよ。はい、先制攻撃はね、例外規定があるんですね。うん、自分が領土とみなした地域に撃って、自分の領土に撃つっていうわけわかんないね、なるほど、ドクトリンなんだけど、台湾は領土だから、はいはい、台湾に核兵器は撃つことはあり得るって言ってるんですね。核兵器とかミサイルはどうなんですか？あのね、非常にこれが怖いんだけど、宇宙開発の成果がそのまま生かされてるんで相当技術高いですよ。はいはい、で日本って都合の悪いことを見ない、もう今度のウクライナの紛争でも私は思ったんだけど、ね、うん、都合の悪いことを見ないでみんなカカカカしてるけどね、うん、もうそういうこと始まって実はチャイナで、はい、チャイナが多弾頭型のですね、核弾頭ですね、要するに1つのミサイルから2つから5つに分かれて出てくる、はいはいはい、これはっきり言うと迎撃不可能なんですよ。なるほど。一発、それが何百発飛んできてパーッと分かれるわけでしょ。それを例えば何千発になっちゃうんですか、イージス艦のその SM-3 っていうね、はい、迎撃ミサイルを使ってくる、うん、で最後高度30キロ以内入ったら今度は PAC-3 で撃つって、だってね、弾、はい、足んないんですよ。うん、だから5発来たうち3発落としても2発は落ちちゃう。なるほど。うん、2発落ちたら相当被害ですよ。そうですね。うん、だからね、そういうふうにね、もうちょっと次元が違うレベルでやってるんで、はいはい、日本も努力はしてるんですよ、うん、いろんなね、もう発射した途端に、はい、もう弾頭が切り離される前に撃ち落とすっていうね、レーザーであるとかね、うん、レールガンとかね、はいはい、作ろうとしてますけども、ともかくね、ミサイル戦力はね、これはね、チャイナはね、もうある意味、抜け穴をうまく使ったんですよ。っていうのはね、核軍縮交渉ってロシアとアメリカとの間のスキームじゃなくて、はいはいはい、長らくですね、チャイナをね、入れてなかったんですね。うんうん、で、今も入ってないですけど、はい、だから彼らは欲しいと思ったものをどんどん作るんだ、うん。ところがロシアとアメリカ、あんだけこう対立し合ってるけど、ソビエト時代からね、中距離核戦力は非常に 核戦争のリスクを高めるから、お互い作るのやめましょうって言ったら、一時本当にやめてたんですよ。はいはいはい、で、ロシアがでもうまく抜け穴使って作ったからまたごちゃごちゃになってるんだけども、うん、今アメリカがちょっとやや不利なんですけどね、うん、いずれにしてもね、アメリカにとっての不利っていうのは対ロシアに対してよりもロシアとの約束を守って中距離核戦力をこうやって抑えていたら、はいはい、その穴の開いた部分をチャイナが揃っちゃって、はいはい、うん、台湾がとんでもないことになってるなるほど、うん、いうことなんですね。